青木門の継承者はテーブルトーク RPG ナイトウィザードのノベライズ作品2004年にファミ通文庫から全1巻が刊行された執筆は菊池武史監修の下で犬村コロックがイラストは石田博之が担当したナイトウィザードのノベライズ作品の一つで同作の小説としては最初の作品実際にキャラメイクを行い そのキャラクターを主役にストーリーを描くという、類を見ない試みが行われている。菊池武史監修のもとに執筆されているが、作中では、敵対勢力のエミュレーターが、吸血鬼ということになっており、人類と相入れる余地が消滅している。裏界についても、吸血鬼たちの世界という設定になっており、ナイトウィザード公式の世界観とは設定の乖離が見られる。また、 ゲスト出演である公式キャラクター二人についても、性格設定その他がリプレイのそれとはまるで違うものになっており、設定面での混乱が著しい。そのためか、後の商品展開においてこの作品の展開はほぼ無視されている。テルガキ学園に通う高校2年生、カスガユスケ。貧乏で足が臭いという以外特徴のない彼は、 学園で平凡な日常を送っていたが、ある日、空間が避けるという不思議な現象に見舞われる。その日を境に、学園のアイドルで高根の花の坂石美智子に言い寄られたり、転校生の救助を水木に発倒されたり、国籍不明の外国人、ニナシモンズが部屋に潜んでいたりと日常が一変する。世界の真実に混乱する中、ユウスケは、己の運命を知り、 重大な決断を迫られることになっていく。データ部分は刊末に記載されたもの。キャラメイク時に同盟のライフパスを振ったため、第一版でのライフパス、定前は2 D6 人の定前がいることになり、犬村がニナのキャラメイクの際に銃を振ったため、ありがとうございます。